同報中日高橋宏斗大幅2100万アップの3500万で公開。高橋宏斗投手が24日、契約交渉に臨み、2100万円アップの年俸3500万円で公開、しっかりと評価してもらって、納得してサインさせてもらいましたと語った。今季の成績と年俸。ええやん。今年なんか中日大盤振る舞いしてない？倍額の2800よろず1回間かぐらいかと思ってたわ。上がったな。大盤振る舞いやんけ。中日にしてはようやっとるやん。岡林4500もあるレベル。今調べたら去年の奥川より年俸の上がり幅上なんやな。ヒロトの場合去年下げられたのもあるが、チームが最下位で6勝7敗のヒロトがチームが優勝して9勝4敗の奥川並みに上がるのはすごい。佐々木朗希より高いやん。すげえな。新人王レベルの評価やんな。そりゃ上がるわな。あんだけやって新人王もらうかいうので。こういうのでいいんだよ。あの村上に褒められた投手だからな。クソ打線じゃなかったらあと3勝ぐらい上乗せしてるやろな。だと。中日って3000万付近まではめちゃくちゃ簡単に上がるで。阿部とか祖父江見てやわかるけど、そこから奥行くには3年連続で大活躍せにゃならんけど。通常のローテーションで回すであろう。来年はどれくらいの成績になるか楽しみはね。奪三振王は取ってほしい。来年2桁勝てば7000万で再来年には奥乗るな。今年ほんま断頭やな。Y の予測ことごとく裏切ってくるわ。柳も現状維持以下やと思ったのに微増やし。